念があるこの地に逃げ込み、住み着いたようですね。バルハラの神器を手にできるじゃろうな。おお、それはまさか白き翼の天使。チョコボの傷はもう癒えています。さっきの人が言った通り、ライトさんを定めの地へ導いてくれるでしょう。向かいましょう。大いなるカオスが待つ女神の神殿へ。何者かが神殿に現れてカオスが活発になった。誰に会いに来たの？何をするつもり？救うべき魂なんてここにはない。終わりを待つ死者がいるだけよ。やはりな。何がやはりよ。分かってないのね。ここは魂の解放など望まず、ただ消滅を待ちわびる死者。ここはその墓場だ。やはりお前か、カイアス・バラッド。久しいな、女神を継ぐ者。いや、今は魂を狩る解放者。よく生きていたな。ただ死ねなかっただけでしかない。死すらも許されないままに無意味に存在するカバネ、それが私だ。解放者、神殿はカオスの社となった。カバネの墓所にふさわしく、聖者を拒む結界だ。それでも踏み込むというのは、カオスに身を投げる覚悟を決める。神殿に入ればあなたの力が失われていくってこと。素直に引き返した方が身のためよ。珍しいな、お前が私の身を案じるなんて。行くっていうわけ。世界を壊したあの男、殺したいほど憎いってのね。ライトさん、応答してください。この神殿には大いなるカオスがいるか。確かにカオスは老立です。でも大いなると呼ばれるほどの大物の気配は。何も探知できないからといって何もいない証拠にはならない。これほどのカオスだからな、センサーは信用できない。ええ、そうですね。ここにいる者の正体が不可視の混沌だというなら、名前通り目に見えないか。目には見えなくても意思を感じ取ることはできるはずだ。カオスの分なんだ。解放者、魂を新たな地へ導く人よ。時読みの巫女、ハドラヌス・ユール。定められし出会いが汝をカオスのいずるところへ導く。純白の羽をまといし、運命の使者の名はバルハラの天使。そうか、私を呼んだあの声はお前だったか。カオスを通じて
声を伝えた。あなたに未来を知らせるため、そして私の望みを託すため。遂げられるのはただ一人、解放者だけだから。望みを、私に頼みが。眠れぬ魂を、カイアスを解き放ってほしい。あの人は不死身の心臓を失った。生きることも望んでいない。でも死ねないの。カオスに縛られ、生を強いられてる。カイアスは死を願いながらカオスの力で無理に生かされている。そういうことか。あの人の魂を解放して。できるのはあなただけ。時を見に行く、ルールか。この神殿の大いなるカオスとのつながりがあるのだろう。カイアス、不可視のエニシをたどるのです。私は大丈夫だ、心配ない。よかった、安心しました。カオスのせいで通信が不安定で、そっちの様子がほとんどわからないんです。そうか、お前には何も見えていないんだな。こちらでは導きの光が見えた。先へ進んでみる。カイアスはその守護者だった。巫女の傍らに守護者がいても不思議ではないのだ。問題はユールはなぜここにいる。神殿に眠るという大いなるカオスと関わりが。それともまた会ったな。初めて会うわ。さっき会ったのは違ったユール。なるほど、異なる時代の巫女か。そう、たくさんのユールの一人。巫女の記憶を引き継いで何代も何代も生まれ変わり、何度も何度も死んでいった哀れな巫女たちの一人。私は願ったの。カイアスとトアに共にありたい。ただそう望んで彼にカオスの力を送った。でもそれは過ちだった。あの人の心は生を意味、終わりを願っている。この先に。ランドマン、ランドマン、今誰かと話しています。誰かの声でも聞こえたのか。いえ、呼びかけたんですが返事がなかったので。通信の不調みたいですね。この神殿には手間違いのカオスが滞留しています。ホープ、もし仮に誰かの意志でそれを操ることができるとしたら、一体何が起きる。
世界を滅ぼすことすら造作もないですからね。ライトさん、長いは進んだ。上へ向かいましょう。誰が引き下がるものか。お前の宝は何だ。魂は、っ、その魂、魂の光をいただく。終焉を思い知れ。運命を悟るんだよ。来るか。このまま一気に。その魂は獲物だ。私にはもう。ライトさん、大丈夫ですか？私たちの願いがカイアスを苦しめる。解放者よ、彼を救って。また違うユールか。死んだら生まれる短い命の巫女、転生の数だけユールたちがいる。同じユールは一人としていない。ああ、だから支離滅裂だ。カイアスの死を望まず呪われた生を与えたユール、カイアスの生を望まず死という解放を願うユール、いくつもの意志を持つ矛盾の塊だ。関わり合うと厄介だな。とっくに関わり合ってるよ。あなたは巻き込まれたんだから。何が言いたい。彼女に聞いたら。真実はこの先に。時読みの巫女としてユールは幾度となく転生した。一人の巫女の魂が生まれ変わりを繰り返すのではなく、一人一人違う娘たちが変わる変わる巫女を受け継いで死んでいった。亡くなった巫女たちの魂はカオスに返し一つになった。今のユールは巫女たちの魂の歪んだ集合体、人外の悪霊。まさに大いなるカオスだな。その魂は獲物だ。あなたを巻き込んだとは
これはカオスの力。この力が全ての過ちをもたらした。未来はこの先にある。体力を奪われていつもより不利です。回復を図りながら進んでください。残された時をかけて挑もう。お前の宝は何だ。よし、図に乗るな。いることが私たちの。ユールを取り巻くカオス、あのまがまがしい闇の気配、覚えがある。ああ、忘れられるものか。今あなたは知らねばならない。私たちが一体何者か。ああ、不可視の混沌。私たちが世界を壊した。神さえも恐れる力。不可視の混沌の正体はお前たちの。人らしく生きることを許されなかった数えきれないユールたちの魂だったんだな。もう一度生きたい。カイアスとまた会いたい。その思いが幾重にも重なり、やがて一つの闇をはらんだ。ひとたび生まれ落ちた闇は誰にも止められなかった。あなたを異界に引き込み、女神の戒めを解き、世界の境界を引き裂いた。カイアスを慕うお前たちの思いが一つに結びついたことで、カオスという巨大なエネルギーに一つの意志を植え付けたのか。意志というよりそれは欲望。ただカイアスと共に生きたい。狂おしい渇望に突き動かされる。いわば獣。それが不可視の混沌。私たちはカオスと溶け合い、分かちがたく結びついた。カイアスと共にいたいと願ったのも私。彼に望まぬ生を与えたのも私。彼の魂の安息を望んだのも私。すべての矛盾する私をつなぐもの、それがカイアスへの思い。ホープ、よく聞け。世界を歪めた力の正体が分かった。時読みの巫女ユールたちの魂が集ったもの。
それが不可視の混沌だ。ユールの魂の集合体？ああ、転生と死の悲劇を繰り返してきた哀れな巫女たち。彼女たちの思いがカオスに一つの方向を与え、エネルギーの濁流を引き起こしたんだ。世界すら消し飛ばす純粋で凶暴な力だ。このまま暴走させるわけにはいきませんね。僕には状況が。